はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はコツ持ちウィークということで、ビクターをね入れてプレイマッスル高校でやっていきたいと思います。デッキの方なんですけれども、前回当てましたビクターを入れてますと。で、まあ、いつもの新島ちゃんと、で今回は鎌狩り古長ペアですね。ライチは外してあります。で、ウラガを入れて魔術師を取っていこうかなと。で、あとはやっぱりブレインマッスルに必須のノーミさんですね。で、ビクターのテーブルから確認していきます と、通常だったらタックがね 50% でちょっと弱めではあるんですけれども、固有を持っているので、タックは70まで伸びます。で、さらにやる気効果アップも50あって、で練習効果アップがついて技術ボーナスもね、かなり高いので、技術はかなり稼げるキャラになってます。で、コツの方が対左アベレージヒッター流し打ち粘り打ち、まあ威圧感と、まあ、威圧感は取れないですけれども、余計なものはついてないと思います。で、金徳が対左の上位になりまして、左キラーですね、まあ、ここがねやっぱり重いっていうところがちょっと、敬遠されるところにはなるかな。ビクター自体はね全然優秀なんですけれども、まあ、しかもね貴重な対左っていうのを持ってますので、まあ、そういうキャラを作りたいっていう時には、ビクターはかなりありなキャラですね。で、一応ウラガもねちょっと自分は久々に使うんで見ていくと、まあ、コツはこんな感じですね。で、ウラガ入れた理由があともう一つチャンスのコツを持ってるんで、まあ、ポイントにね余裕ができるかどうかはわからないんですけれども、ブレインマッスルのね固有の、勝負師金徳をね取れればなと思ってます。で、ウラガに関しても、テーブルの方はやる気効果アップのテーブルになってますので、ブレインマッスルとの相性はかなりいいですね。ということでやっていきましょう。の前にそうコツ持ちウィークなんで、見てみると対左投手の、コツレベル3で、掴んでありますと。まあ、ただ対左はねやっぱり5まで上げていきたいので、まあ、そうするとね、まあ、1回分得した感じになるのかな。まあ、最悪ね3で掴めるっていう利点もあるんですけれども、メンタル3人いいけどな、新島ちゃんな、やっぱり優先的に上げていきたいんですよね。新島ちゃんでいこう。やっぱりまずは彼女よ、彼女。なので今回はね全員金徳がね確定組なんですよ。まあ、イベントがね完走できれば金徳は取っていけるんですけれども、まあ、左キラーがちょっと重めで、あとはね金徳もそんなに重くない人たちで来てるんで、勝負師までね回せればね査定的にはまあもしかしたら結構強いのができるかもしれないですね。 S6 がねまだ未だにいないんですよ。まあ、多分ねがっつり査定で査定重視で組んでいけば S6 とかはね作れると思うんですけど、まだちょっとねそういうところはやってないの で 6% なんだけど、鎌狩りと新島ちゃんがいるのか、これちょっとやっとく。よし、一桁はね、まあ、怪我したりもするんですけど、まあ 1,2 回だったらいいと思います。まあ、しかもここで勝負するかっていうところじゃなくても、うん、まあいいでしょうっていうところですね。ね、これは裏が1人か2人いればちょっと練習してもよかったけど、まあ1桁でもやっぱそれなりに怪我はしますけどね。やっぱり、あ、怪我したかーみたいな。絶対ここは怪我したくないなーっていう時はまあ避けますけど、まあいいかなって。もうまだ最初だしね、そもそも。最悪、招き猫と今回ドリンクを持ってきてんのかな、無駄になっちゃうけどやり直せばいいしっていう。もう招き猫とかすんげえ余ってるんですよね。100、190個くらいあるんで、まあ多少無駄にしてもいいかなと。やっぱりね、あの飛距離くんとかね、あと招き猫は今回のイベントとかでもなんだっけ、最上位残った報酬みたいなやつでも手に入ったんで、まあ、かなり溜まりましたね。またで、やっぱりねもうちょっとね招き猫なしではねできないですね。もうここまで来ちゃうと、13%はねちょっと危険なんだよね。メンタルにな、誰もいないっていうところがな。ただ精神10か、まあ、精神レベルを上げていくっていうことを考えると
精神で回復させてもいいのかな、ちょっと悩みどころだったね。よし、やる気が上がったけど、なんかどっかでやる気を上げてくれそうな気がするんだけど、まあいいか、とりあえず見てみましょう今の状態を。雑巾がけ、悪球打ちとか割とすぐにいけそうだね。脱球打ちはね別にって感じだからね、コツなしでも取っちゃっていいものだからね。雑巾がけ、臨床そうか、雑巾がけだからね。まあここはチームメイト評価が上がってくれるんで、特にメンタルにも誰もいないんでそのまま寝ちゃいましょう。さらにチームメイト評価が上がっていって、新島ちゃんですね、ここはもうどん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 評価を上げていきましょう。何が足りなくなるこれはね、もう分かんないんだよね。得意練習が変わるから、まあ守備とかはいい気がするんだよな。筋力足りないかな、なんか敏捷もね足りない気がするんだよね。どうする、走塁練習にしとくか。10周ってさ、でも部活動やってればさ、まあ、別に普通だよね。こんな夜までかかんないと思うんだけどいやまあ10周の後もなんか練習してたっぽいんだけど、あ早いね、誰、あ、にじむちゃんか、そうだ追ってたもんね、そりゃ。まあただうん、新島ちゃんワンタックだけだと微妙なんだよね、やっぱり。それを考えると、監督評価も上げつつ、ちょっと鎌狩りに行きますか。やっぱね、まとめて2人の評価は上げていきたいですね。まあ、こういうのは監督とかスカウトさんとかも合わせてなんですけど。で、鎌狩り、古長ペアですね。ほんとね、このコンボはいいですよね。俺はね、もう本当にもうめちゃくちゃ好きですね。で鎌狩りがねプラゴになったんで、あとはね古長のレベルを上げていけばさらに試合経験点ボーナスがつくので、で新島ちゃんが来ましたね。かなりいいペースだな。これはもうここで初球を取っちゃいましょう。いや新島ちゃん、そうか、ここでも割と経験点くれるんだね。てかさ、今気づいたけど食器能力弱くねえか、これどうなってんの俺何アピールにしたっけ、パワーとかにしたんだよな。パワー E ないのか、 なんか結構悲しいな。まあしょうがない、これでやっていくしかないんだ。これはもう自分のセンスだからな。初球よしで、ちょっと取れるのを取ってきますか。代打、あとはヘッスラ、体当たり、ムード、ゲッツー崩しも取っちゃおう。初めのうちにちょっと割りかし電池を稼いでおきましょう。でどうだろうね、これはシャッフルまであと2ターンか、とりあえず待とう。でメンタルに浦賀がいますね。よし、電池のね使いどころなんだよね、やっぱりこれはね割とやっぱり性格が出てくると思うんですけど。よし、酸っぱいぶどう、これでまた体力が回復と、ほぼ前回までいくんじゃないか、自然回復も合わせれば。いいねいいね。で浦賀の金徳ですね。浦賀もね体力を削ってこないっていうところがほんと使いやすいですね。鎌狩りはねちょっと体力を削ってくるんで、そこがきつくなるときはあるんですけど、まあテストね、テスト回避があるんでそれはそれで役立つんですよね本当に。守備職人、守備職人は取っていきましょう。てか未だにさ、この酸っぱいぶどうのさ表題がなんで酸っぱいぶどうなのっていうのがわからん。ちょっとタックがあるけど、まずは忘れずに守備職人、うん、まあ、最悪そうか、技術が余りそうだったら守備職人直取りとかでも良かったかもしれないけど、まあ早めに掴めたんでか。対左ってちなみに2回掴もうとすると3だとどうなの。1回守備職人を確定させて、ほい、うわ結構使うんだなやっぱり、まあ、30、40って感じると
そうか、70くらいか。でもまあ精神を使わないっていうところはいいんだけどな。技術余ってるけど、筋力が20、25だとして、まあ50弱か、まあ50弱か。ちょっとビクターのコツが来るまで様子見だな。うおー、乗ってないビクターが。でもまあ2人上げられるんで、っていうかさ、これ本当に技術余るな。で、今のそういえば練習状況はどうなってた？で、パラダイムシフト、これもマジで何を言ってるかよくわからん。デートしよう、新島ちゃんと。一応見る？裏が87% とか、普通に死ぬわ。まあ、最悪新島ちゃんもう2回デートしちゃっていいかな。進まないときは進まないからね。で、3回目が体力めっちゃ回復するんだっけ。まあ、やっぱりね、このブレインマッスルはね、もう野手新島ちゃん、投手ルナちゃんっていうのはね、ほぼ必須キャラだと思うんで、ルナちゃんがね取れなかったのがちょっと痛いよね。で、桜坂くんもね、やっぱね必須キャラだとは思うんですよ。あ、ビクターもあれか、まだか、 10% か怪我しそうだな。能見さんがまだだから、ちょっとメンタル能見さんでいくか。まあ、まだね11月だからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、よし、電池をゲット、ありがたい。ビクターがまだ、能見さんは乗った、フルナッカー回復しておこう。精神はちょっと必要になりそうだからね。で、精神のレベルを上げていこう。基本から考え直していきましょう。まあ、フルナガはね、あとちょっと骸骨がね、なかなか確保できないっていうところが難しいところではあるんですけど、メンタルにすんげーいっぱいいるけど無理にメンタルは合わせる必要ないよね、別に。その、なんていうの、みんなメンタルみたいな。とりあえず鎌狩だけ、あ、打撃の神髄、ちょっと待って、打撃の神髄はあれか、能見さんか。能見さんメンタルになればいいのか。まあ、筋力にいるけど、ちょっとこれはやろう、取れるときに取ろう。あと何ターン、ちょっと待って、あと何ターン、あと8ターン全然いけんな。いや、でもワンタックだけでもね、精神でこれだけポイントがもらえるっていうのを考えると、やっぱやる気効果アップっていうのが、めちゃくちゃポイントが伸びるっていうのが分かりますよね。で、ビクターのマイフェイバリットですね。これもあの緑特能の、積極守備、積極打法、積極走塁だっけ、走塁の方だっけ、盗塁の方だっけ、分かんないけど、が、割といい確率でもらえると。で、今回は魔術師持ちなんで、グラブにして積極守備が取れれば嬉しい。おお、いいね、さすが。で、まだひらめきをしているので、ただ打撃が3枚必要なのか。ちょっとじゃあもう一旦様子を見ましょう。ビクターが乗ってないけど、フルナガがいる。フルナガは能力アップ、筋力か、まあ、ちょっと足りなそうだからね。一応どちらの味方でもないにして、まあ、意味はあるかって言われたら謎だけど、能見さんの、あ、いいやつか、能見さんの評価を上げようと思ったら、もうでもいいやつはいらないでしょう、ここまでくれば。問題点を洗い出しましょう。あ、なぜかやる気が上がるのか。さてさてさて、メンタルにカマカリくんがいるね。ただコツもあるんだよね。裏がチャンスはね、やっぱり、うん、まだ3だからな。電池をちょっと見ましょう。ここは能見さんを変えていこう。メンタル押し、きた、とりあえず来たで、何を取るかだよな。裏がだな、打撃の神髄で勝負師のコツが取れるので、よし、チャンスは5で掴んでおきたい。さらにここで
体力が回復したけど、次があれかクリスマスかまあいっか。打撃の進塁どうだ。まあ2っていうのもねいいですよね。1じゃないっていうところが、まあそれは3欲しいですけど、2が確定で手に入るっていうのも全然いいと思います。新島ちゃんって普段どれだけ回復するんだっけ。まあいいか。贅沢は言ってらんないんで、で鎌狩りは特にまだ何にもコツは掴んでないよね。あ、他の練習見てなかった。そろそろもうみんな乗ったはずなんで、でここはそうだねーと、で体力を回復して、まあ、ここで大吉が出れば体力は回復できるんですけど、まあ、そんなねうまくはいかないと思うから、大凶じゃなければいいと。まあ、プラゴだとねここで20手に入るんで大凶体力を下げられるけど一応ポイントはもらえるのか。まあ悪くないか、さっき回復した分を考えれば。浦賀と新島か、ビクターまだだしビクターまだだけど、まあタックが来てるんでタックを優先させますか。電池がわりかし溜まってきてるね。片目打ちが取れるのか。ちょっとここはこれにするとどうなる。浦賀がロックされてね、ここで変えていくか。1回で肩来てほしい誰かなんか2つ来たな。よしと、敏捷が少ないのか今のところ。まあこればっかりはね本当どの得意練習になるかで、複数タックがどこで来るかっていうところになるからね、最後の最後でワンチャンとかありえるところが、まあ、ブレインマッスルのいいところでもあるんですけど。4パー新島ちゃんか、これはまたちょろ回しにしていきますか。3人か、これもやらないといけないんだね。そうするとで、そこからの、どっちかが守備になればいいのか。あと何ターン、あと3ターンか。これだけ合わせておきますか。じゃあよし、っていうか筋力がいっぱい来たな。あれ筋力ってささらに来るとどうなんの。あ、パワヒノコスとか2でもらえるよね。これもらいてえな。1月の2週、ここはデートしましょう。で、あとビクターがどうなんだ評価。これは2回目ですね。あとはちょっとバレンタインも見据えつつ体力調整をして練習していきましょう。まあ新島ちゃんはね本当にデートもポイントをかなりくれるんで、てかルナちゃんもすごいよねルナちゃんのデートポイントがマジ半端ないからな。クマと相撲とか死ぬだろ普通に。あ、でここで削られるのか。まあとりあえず終わったっていうのを考えるといいかな。でコツが来てるね。どうしようかな。ビクターが乗ってないね。浦賀はあと帳尻合わせとかか。欲しいのは能見さんからちょい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 コツをもらっていく。こっちにしよう。ワンタックだったらコツだね。チャンスメーカー、そうチャンスメーカーはね新島ちゃんともかぶってるんで、タイマンスクワットでここなんだよね。うわー、なかなかいいけどこれはもうメンタルをやらざるを得ないな。少しチャンス、まあ、122か、結構使うよねやっぱり。いっかな、もうこれ取っちゃおう。対左もで片目も取るでしょ。悪球も取っちゃおう。もう一球入魂はもう取っちゃっていいんだよね。でチャンスメーカーでしょ。逆境はねさすがに精神100使うってなると厳しいからね。気分屋だけはねちょっと本当に俺はね取りたくないですね。
もうあの絶好調組で来てるんで、あ、最悪打球伸びっていうのもありだね。まあ、ただちょっと技術は置いておきましょう。いや本当基礎能力全く上げてねえな。メンタルやろう。で2月の1に練習をして、よし乾電池も大量に手に入れた。でこれがビクターの筋トクですね。まあ、こういう時にね体力を削ってこないイベントっていうのはねいいですよね。まあ、あの普通にやりましたけど上でイベント継続です。さてさてさて、にじまちゃんインコースが欲しいかな。練習か。敏捷、まあ悪くない。敏捷は今のところ足りてないからね。昆虫採集あ、敏捷だ。ハイボールヒッターか。まあ、今回はねローボールヒッターとハイボールヒッター持ちがねいるからね、一応置いておきますか。よし、体力をめちゃくちゃ回復した。鎌狩り1人か。鎌狩り本家だね。で3人か。ちょっと電池を見ましょう。電池の数自体はめちゃくちゃいっぱいあるね。でじゃあ鎌狩りをちょっとロックして、悪球打ちとかも取ったからな。ニュートン力学なんちゃら走塁か。どうする。3人でしょ。3人、技術とか半端なさそうだな。でも揃えば3人か。4人だったらもう絶対全力でいったんだけどな。どうしよっかな。まあ、ニュートン力学講座みたいなのが発動してるからな。ダブルタックだけでも来てくれるとないいんだけどな。一回回そう。やっぱりちょっともういいわアベレージヒッター取りに行こう。鎌狩りを練習して、なかなか難しいね。まだねちょっとなんていうの、期間がありますからね。でまあ浦賀の普通のやつなんですけど、これは何がいいのかな。俺に喋っちゃっていいのかなっていう技術やっぱり技術だね。で能見さん3人か。でもな、打撃をな揃えたいといえば揃えたいんだよね。スカウトさん評価が全くねえなまあアベレージヒッターあればね全然いいからね。もちろん打撃で止めておくか。でそうするとビクターはもうちょっといいや、変えちゃおう。うおー来ないね。2人やってんだけどハマるか。ハマってるね。いやマジハマってるね、じゃあこれでいきますか。アベレージヒッターを取りましょう。で技術はまあかなり稼げてるんで、アベレージヒッターは2で掴んじゃいますか。あれこれで終わりだっけ。おおいいねいいねいいね。代打とか代打をねコンピューター任せにすると回ってこないからね。あれ監督評価ってどうなの。まとりあえず基礎能力上げてく。やっぱ弾道は3だよね。D にしようとりあえずパワー D になる。よしこれでいいや。あとは総力は E くらいになる。うん、やっぱり技術が余ってるな。打球の尾を取っちゃおうかな、電池補充のために。さて回ってきた。あとはしっかり打ってく。ほい、打てないとね逆に下がるからね評価が。あ、また回ってきたパピオンになってる。パピオンのねドロップカーブはねほんと打ちづらいよね。基本はストレート狙いでいいんですけど、余裕だったな7対0とか。よしここで監督評価を15ポイント。
おお、さらにポイントをゲット。でバットでバドミントンまた技術が手に入った。で、まあ、これもね、あの全然体力は削られないんで、なんかこれだけ見ると成功失敗がね、俺最初あると思ってたんだけど、そんなの なかったね。ね、ソウルに2人か。これはもうちょっと1回全部解除しよう。アベレージヒッターは取ったんで、それで走塁、だるまさんが転んだとかも入ってんのか。でメンタル守備だから、まあニュートンに企画講座があるんで、ここ練習できるよね。うん、まあダブルタックはね、そこまで無理して狙いに行く必要はないんで。流し打ちってどうなの ?88 使うけど、要はね、他のね、敏捷ポイントとね、筋力ポイントを大量に使うようだったら、ちょっとね、避けたいんだよね、やっぱり。で、打球伸びっていうのは、筋力ポイントとか、敏捷ポイントも18とかじゃないですか。まあ、だから全然直取りしてもいいんですけど、余ってれば。で、これはメンタル。まあ、コツが来てるけど、特にっていう感じなので、デートをしていきましょう。これが3回目かな。で、新島ちゃんは3回目からもらえるポイントがかなり高くなるので、本当に練習が微妙な時はどんどんデートをしていきましょう。いやー、いいねー、80入るからね。さらに体力を回復してくれた。だるまさんが転んだ。よし、敏捷ゲット。ちょっと筋力か、そうすると足りてないのは。で、浦賀のイベントは2回目ですね。練習が微妙だな。3人いるのか。揃えられるかな。まあ電池はあるっちゃあるんだけどね、ハマるときはハマるからね。あ、帳尻合わせとか、浦和の帳尻合わせかな。これで潰せるっちゃ潰せるんだけどな。どうしようかな。守備走塁メンタル、守備、この3人は変えたいんだよね。変えたい。メンタル、走塁、これで誰かが守備になったら、まあ帳尻合わせを狙いに行ってもいいけど、ダブルタックで筋力プラス守備っていうのが一番理想だけどなちょっと待って、またわけが分かんなくなったぞ。新体操で敏捷は30、新島ちゃん守備に合わせて、新島ちゃん守備に合わせて、これで帳尻合わせはなんとかなってんだよね。で、浦賀と古永の方がタックのパーセンテージはいいから、この2人を筋力に変えよう。マジハマるなまたちょっと待ってまた、よし。ただあれなんか出てんね、水泳高飛び込みっていうのが発動してんのか。これメンタル、メンタルだから浦賀を変えちゃうとあれか。コツはやっぱ欲しいからな。ちょっと使っちゃったからワンタックでいきますか。まあ本家の古永がいるんで、それなりにポイントは取れますね。まあ3人普通に重なってるんで。で、古永の金徳も終わりましたね。で、これはもう骸骨の取りようがないんで、配送ダッシュ、帳尻合わせ。で、イッツマジックも終わりですね。成功しろー。成功したか。これで3 OK で、どう7%か。鎌狩りか。鎌狩りはね、まだあんまりコツをもらえてないんで、どうしようかな。あと6ターンか。逆境、ちょっと1回全部ロックを解除して、逆境もまあ欲しいからね。で、この2人を守備に持っていきたい。守備、メンタル、メンタル、筋力、守備だから、あー、この2人か。
違う、筋力フル中か。筋力はじゃあ変えないといけないのね。ってことは結局ここで守備につくから、これで回せばとりあえずなんとかなるかもしれないのか。微妙。とりあえず鎌狩り。メンタルが3人揃ってるけど、メンタル、だからなんだすげえ悩むな。能見さんが筋力とかになってくれればいいのか。でかつ古永は守備と。なんだなんだ、よくわかんないぞ今度は変えよう。筋力で古永。あーでもな、座禅っていうのがメンタルで発動してんのか。電池はまあちょっとこれでいくか。じゃあ若干使っちゃったんでね、 7% いくか。よしで、コツローボールヒッター。これはローボールヒッターを掴んでおきましょう。で体力がなくなってるんでデートをしていきますか。次は水泳高飛び込み。いや俺無理だわそんなの。一応見ましょう。メンタルに1人、あとは、あでもメンタルに来てるっていうのもまあ悪くないよね。やっちゃう、まあ、回復量が増えるわけではないんですけど、まあ、練習のね効率的には全然いいんで。で座禅と。で4月に入ったので、また一桁経過。ちょっとこれは一回デートを挟みますか。勝負師取ろう。あとは気迫ヘッドもめっちゃ安いから取るでしょ。伝説のさよなら男、まあ技術かしょうがないね。これはさよなら男が取れないんで。さよなら男はないよねで逆境にローボールヒッターに、あれハイボールヒッター2か。まあいいや、ローボールヒッター取ろう。で魔術師も取るでしょ。で長尻合わせも取るでしょ。打球伸びか。別に基礎値はねいいわけじゃないからね。まあ当たり前なんだけど、特能取りまくってるからここはまあ 13% 1人をやるのは危険なんで、デートで体力を回復させましょう。まあいいペースですね。一応ねデートが終わっちゃった後もあのドリンクを持ってきてるんで、最悪ドリンクで回復すればどうとでもなるんで、こういう時にデートを消化しておきましょう。電池を10個、めっちゃ手に入れたな。これってどうすんの。ブレインマッスルメソッドにしよう。頑張るぜ。動けないやで休憩して。おお、筋力30か。まあ悪くはないね。でメンタルに裏かか。またどうする。2人だからちょっとまあ無理はせず、勝負師でね精神使っちゃったんで、回復しながらポイントをもらっていきましょう。さらに精神練習あれこれは1回目、2回目、どっちがどっちだか分かんないな。まポイントをもらっておこう。あーこれねどうしようかな。改造しよう。お動いた、肩でコツがいっぱい来てるね。能見さんか。筋力はやっぱり足りてない。ビクター、ま鎌狩りね、鎌狩りも悪くないね。どうしようかね。メンタルね、メンタルで回復しつつもありだけど、ちょっと筋力が足りてなさそうなんで、ここは能見さんからコツをもらいつつ筋力を稼いでいきましょう。スカウトさんもいるんで、総理とかは多分回せないんだよねポイントが。で新島ちゃんインコースをもらってない。ただ3人いるね。ノータックでこれだけもらえるからね、ちょっと3人揃えようとしてみる。
もう4月に入ってこれだけ電池が余ってるってことは、ここら辺はちょっとそろそろ勝負をかけてもいいんじゃないか。誰か揃ってくれ、まずは。おお、てか古永さんか。まあいいや。あ、合宿ちょっと待って、合宿あと何、メンタル、何が邪魔なんだ、こいつの肩か。悩むな、悩むね。合宿はでもね、ポイントって3人タッグと合宿だったらどうなのっていう。メンタルか、2人揃えるか、打撃を外すか、3人タッグ、3人タッグ、待って、肩じゃない人たちをロックさせるとこういうことか。これでちょっと回してみよう。で、特になんでもない。筋力がここに来てる。新島ちゃんじゃロックしちゃおうか。なんで、この2人ってメンタルとかが出てくれれば、あれか。え、メンタル？なんだっけ？合宿ってなんだっけ？見ないと分かんない。あ、そうだよね。大体全部だよね。20個か。ま、ちょっともう一回回そう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。で、カタカタ打撃、あ、打撃はいるのか、そうかそうかそうか。肩が揃ったと。で、ちょっと待ってよ。合宿はもう次に合わせるとして、やっぱこれだな、浦賀だな。浦賀を肩にしよう、これはもう無理くり肩にしよう。突っ込め、突っ込め。よし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 。で、4月の4週、次あれか、そもそもシャッフルされるのか。あ、いいねいいねいいね、これは揃えた甲斐があったな。全然揃えた甲斐があったな。3人でこれかって考えると4人だよな、やっぱり4人5人タッグとかマジで揃えたいんだけど、いまだにね4人と5人ね揃ったことないんですよ。頼む、どうだ。うん、順調順調、いいねいいね。でブレイクダンスをしつつ、もう一個なんか発動してたよね。でここからはもうマジで回収をしながら、ダブルタック、新島ちゃんのコツも欲しいけど、うん、どうしようかな。ダブルタック筋力系が絡んでないからね、それでも80くらいか、40、あ、だったらダブルタックの方がいいか、筋力も足りてないことだし。特能を見ていきましょう。なんか、あ、それ1だけ取っとこう。幅比が取れてないのか、古永のコツが来てないんだな。ハイボールヒッターもあるからね、最悪ポイント無駄にしてでもハイボールヒッター取る、次古永が来たらコツね。打球伸び取ろう、大丈夫でしょうこんくらいちょっと待って、打球伸び取る前にまずこれで1回確定させて、基礎能力をちょっと D に合わせよう。まずはやばい、敏捷が足りないか、敏捷が足りないね。ちょっと敏捷下げる敏捷下げるとこういう感じか。で補給がしょぼすぎる、いやこんな感じかまあ本当だったらね、あの査定だけを目指すんだったらもう肩守備補給とかも捨ててもいいんですけど、これ考えるとな、パワーはやっぱり C は欲しいよ。でもパワーは C 止まりだな。で、これで、打球伸び取ろう。やっぱりちょっと技術余りそうだ。打球伸びどこ？あった。で、タックは誰なんだっけ？あ、そっか、ダブルタックか。ちょうど筋力と精神は使っちゃったところなんで。ラグビー臨床いいね、まんべんなく手に入るね。で電池をちょっと補充して、ビクターはこれ2回目かな。そうか、左キラーも取らないといけないのか、忘れてた。でもまあ技術は大丈夫だよな。さらに2人、3人か。まあ臨床系は絡んでないんだけど、
絡んでないんだけど、確かにね、敏捷ポイントは欲しいね、これは。ビクターを止めて、うわー、日本刀素振りがあるのかよ、マジかよ、ちょっと待ってよ、これ。3人まで来てんのか。いや、パワヒはな、でもちょっと、パワチャレ用に欲しいんだよな。いや、悩むな、この2人をだって変えないとダメでしょ。鎌狩り止めとこう、やっぱりでも敏捷だな、これは。ちょっと3人タックはやっぱり美味しい。あ、待って、合宿が来てるぞ、合宿が。合宿をやるためにはメンタル、走塁、これは古永さんは変えていいでしょ。でこの2人か、この2人は結局あれなのか。じゃあやっぱりこれだな、負け替えよう。20個あるからね。で走塁来ました。ここダブルタックが来てんのか。いやでも新島ちゃんだからね、まあ微妙は微妙なんだよね。でパワヒのコツをちょっと欲しいから、古永さんとかがね筋力になってくれれば嬉しいんだけど。走塁読んでビーチフラッグが発動するから、これちょっと、ああ待てよ、古永さんをちょっとやっぱり筋力に変えたいっていうのはあるね。メンタルはいいわ。ちょっといや君が筋力になっても困るんだよ、能見さん。走塁が切った。これどうしようかな、古永さんを。だから走塁か筋力になったら止めよう。筋力だね、よし、これで止めとこう。で次回は他の人たちを筋力に変えればいいわけでしょ。完璧だ、116。うん、まあいいね。敏捷組がいないっていうところでちょっと伸びは少ないんですけど、おー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 、いいところに来てくれた鎌狩さん、ありがとう、本当にいいわこれいやマジで。でビクターもこれで完走ですね。重いから3欲しい。よしよしよし、ありがとう。ここに2人か、コツがあって2人だね。敏捷がだいぶ今ので稼げたから D まで持ってって、左キラー、あー悪くない、3だったらまだ取れるね。ちょっと筋力足りてないけど、でもうすでにパワーは C あるから別にいいでしょ。でもう6月、まだ5月か。それを考えるとやっぱりパワーは欲しいね。これは変えよう。もう基本的によ、筋力になってもらいたいから。ビーチフラックスか、あいや、ビーチフラックスはもう諦めよう。よし、裏が来た。であともう一人だよね。そうするとやっぱりビクターだな、ビクターも捉えよう。もうこれは十何個あるから頼むよ。いや待ってハマってきたぞ、ハマってきたぞ、マジでハマってるぞこれ。あ、来た、危ない。てかみんな筋力になったしとりあえずパワヒのコツが取れるね。ちょっと足りない感じはするけど、まあいいか。これで裏側から筋力ポイントをもらえればいいんだけど、なんかあったっけ。まあないか。で新島ちゃんがねもう一回デートが残ってるんだけど、デートはそのもうブレインマッスル練習ができなくなった後にやってもいいんだけどね、普通に練習しよう。ここら辺はデートをするかドリンクを飲むか。よし、筋力60。そうか、普通に基礎ポイントもくれるんだよね。ビクター1人か、2人。チョロ回しをする。で最後に向けて取っときたいんで、パワーヒアも取っちゃおう。90だけど、90って結構重くねえか今ちょっとふと思ったんだけどさ、まあいいか。インコース直取りか。うん、まあまあとりあえずまだ置いとこう、まだ置いといて、取れそうなものはこんなものかな。気分用はちょっとマジでいらないから。でさすがにブロックとかもね、で外野に高速チャージとかもな、マジであれだからな。満塁男とか取ってもいいけど、精神がねそこまで足りてるわけじゃないんで、まあこれでいいか。あとはどうしよう、デート押しちゃう、それともこういう時に、まあいいや、デートしよう。なんだかんだでここでデートしとかないともう
イベントが終わるってなると悲しいからな。終わらせられるときに終わらせておきましょう。でそうするとやっぱりインコースも直取りするっていうのは考えないとね。電池の本数によっては9本か、まあ悪くない本数だけど、2人か、もうここら辺は合わせていっちゃおうかな。ちょっと待ってね、これはもう全員解除でいいでしょう。で何にもねえんだけどすげえ打撃に揃ってんな。もう打撃も終わったからね。守備盗塁、ちょっと待ってね、守備筋力、あー肩かー、走塁、また合宿をね考えないといけないからね。合宿をこれで回すか。でどうなってんの今。守備守備走塁とかだから、もう一回変えよう。メンタル肩ビクター、合宿がいけそうではあるのか。鎌狩りは今ワンタックだからね。4個か、これめちゃ悩むな。どうする、ダブルタックでしょ。だったらワンタックやって合宿だね。もういいや、とりあえずこれでいこう。で3個か、6月の1周、もう1回くらいちょっとミックスをしないといけない可能性があるんだけど、走塁の2段階目は取れないからな。意外性とかもあるのか。意外性取ってないね、そういえば。これはもう内角質だ。直取りするか、直取りしよう直取りが多いね。レベル1だったか、まあしょうがない。これでただそれなりにもらえるかな。ビクターはあとなんだ、流し打ちとかも来てないのか。流し打ち合宿、よしよしよし。で電池を2個ゲット、あと2ターン、ここで何か来てくれれば。あ、古永が来てる古永どうしよっか。フルヒッターだからね、まあ、どうしてもフルヒッター欲しいわけではないので、まあ、そのまま普通にいきますか。で最後に全てをかけよう。コツ、ハイボールヒッターまあいいわ。でラスト、何にもないね。鎌狩りを肩にして終わらせるか。最後ってでもなんか発動するのか、ひらめきが。まあいいや、全部変えちゃおう。悪気打ちとかはもういらないからな。で鎌狩りにしたいからね。いいや、もう一回変えちゃおうカウボーイロデオがやたら発動すんな。カタ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 か、カタカタ打撃、あ、メンタルだから鎌狩り無理だ。鎌狩りは変えたいもん。あ、肩揃ったね。ゲッツー崩し、片手運転が筋力だったら筋力敏捷の方がいいかな。ポイント的にはね、片手運転の方がいいんだけど、こうこれで肩か走塁が来れば、まあどっちかは揃うっていう、そういう感じか。メンタル打撃特に何もない。じゃあ鎌狩りちゃん、あれなんで他 5% とかあるんだけど、あ、そっか、ここら辺はあれか、怪我率が若干高い組のあれなんだね。 5% 違うのか、全然気にしたことなかったけど。で監督評価も全然大丈夫なんで、鎌狩りと練習をしましょう。なんかあったっけ、鎌狩り。流し打ちか、流し打ちってそれなりに使うっちゃそれなりに使うんだよね。あ、でももうここまで下がるのか、トロ。そりゃあれだよ、潰した方がいいよ。でローボルヒッターはもう潰れてるんで、ポイントくれるかな。いいねいいねいいね。肩はね、こうまんべんなくくれるっていうところがいいですよね。体力が下がっちゃいましたと。どうしようかな、
もうドリンク使っちゃおっかな。古永がいるね。まあ、メンタルがあるんだけど、コツが来てるからね。いや、でもメンタルで回復できるのはでかい。どうする？古永。ローボールヒッターじゃなくてハイボールヒッター4でしょ。ここでハイボールヒッターが来るのはさすがにな。あ、ハイボールでも5になったのか。よしよしよし、いいや。まあ、特に、ミックス中は使うことなかったけど、使っていきましょう、もうここで。で、もしプルヒッターが取れれば、まあ、プルヒッターも取っていきますか。練習か。で、体力を回復して、再び練習に励みましょうと思ったけど、何にもない。筋力。筋力じゃなくて肩。技術組か。ノーミさんって技術のあれ持ってるんだっけ。まあいっか、結構入るね。やっぱビクターの技術ボーナスがすごいよな。監督、精神ポイント10くれ。くんなかった。で、俺は何番。え、何超わかんねえ。5番か。さてさてさて、金徳ってなんか取ってないのあったっけ。見てみよう。最後の方まで残しておくとね、うわー取れねーっていうことになるから大丈夫そうか。よし、じゃあ意外にパワー上げられそうだな。パワーは査定的にはいいんでね、上げておきましょう。ミートシー欲しいね。やっぱりちょっと上げちゃおう。守備があんまりできないけど、もうそれはしょうがないか。もう守備のできない子にしよう。こういったレフトだな、レフト。魔術師持ってんだけどね。魔術師積極守備があるのか。いや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 、それを考えると、まあミートは C で止めて、パワーは B で止めて、あとやっぱり振るか、振ろう。そういうところはね、俺割と気にするんで、やっぱり守備力が低いのに魔術師とか足が遅いのに電光石火っていうのはね、好きじゃないんで。うわー、これはおエラーじゃないよね、ヒットだよね、強襲だよね。あれをエラーにされたらたまったもんじゃない。暗い。よし、とりあえず1本、もう1本。この人なんて名前なんだ。俺ね。寺門か。篠田くんに変わってんね。そういや、今月ってまあ今8月なんですけど、特にパワチャレは、パワチャレじゃねえ、サクチャレはなかったですね。サクチャレはね、ただ結構疲れるんでね、大変なんですよね、あのイベント。まあない月があっても全然いいとは思うんですけど、新島ちゃん、どうしようかな。技術をなんだ、うお、裏が1人だけど、やる気効果が乗ってるね。これはここにしよう。で、寝るか精神か。能見さん、能見さんいない。能見さんが次来てくれたら嬉しいけど、どうしようかな。メンタル足りてないか。レベルも高いし、基本メンタルで回復していきましょう。もうよし、サクッといこう。打撃能力はちょっとこれで我慢しよう。肩、守備で呼吸も D にはしたい。そうするとやっぱり精神が足りてないか。能見さんがあと1回ね、いいところで精神練習来てくれると嬉しいんだけど。共にブレインバスリードで迎える1回です。こいつ左じゃん。左キラーの、ちょっと待って、危ない、フォークだった。これはボール。左キラーの力を見ろ。左打者でさ、左キラーって、あ、そうか、俺左打者だからちょっとあれだったんだね。おお、今のはちょっと本当に油断しまくってた。完全なるホームランボールだったのに。左打者だからあれだ、初期値がちょっと低かったんだ。
でもまあそれを考えれば悪くないところに育ってるよね。別にセンス丸とかでもないし、普通の盆栽くんだし。さてあとはもう本当に甲子園打っていけるかっていうかさいないんだけど誰も。あ、3人いる。それなりにもらえるやろう。で甲子園は3回練習したいけどちょっと減ってるからね。ここで能見3回まあいいや。あと2回は普通に練習したい。しかもタックで。そうすると、あ、敏将だね、敏将。まあ先に肩と守備を C にしておきますかと。魔術師だからね、それなりに守備範囲も広くしたいね。総力 C にして外野だから。お待たせ。まあ、こいつはあれか、こうユーティリティープレイヤーっていうの、こういうの何でもこうそつなくこなす的な。パワーヒッターも持ってるし、打球も伸びるし、守備もできる。足もまあそれなりに速くなる予定みたいな。あ、しまった、ちょっと詰まらされたかな。少し遅かったよね今。もう一本、待って、これは見送る。これはいけるでしょう。よしよしよし。おお、あれお姉ちゃんが頑張ったかなって思ったら変わってた。お姉ちゃんはもう温存か。そこら辺難しいですよね。もう甲子園とか1回負けると終わりだけどさ、もう勝てるかなって思ったら確かに温存しておいた方が良さそうな気もするんだけど。鎌狩り古永、まあもちろんタックがあるんでこっちへ行きましょう。古永筋力くれると嬉しいね。あれ、あ、フルヒッターかそんなんあったわ、忘れてたわ。なんだって思ったよ。ちなみに古永さ、これフルヒッターじゃなくて広角打法だったらマジ最高だったよねいや最高っていうか、まあ、勝手な俺の判断だけどさ、最強の一角に名を連ねてもおかしくないよね。まあ、ローボールヒッターとハイボールヒッターが勝ち合うっていうのはまあ最悪しょうがないとしても、フルヒッターがねどうしてもね広角打法と比べると、そりゃ広角打法でしょうってなるんで。お待たせ。2回の裏。さて、スリヤ君。トップバッターはテラカド。うわ、スリヤ君ね、伸びがあるからね。ちょっとね、反応がね遅れるんだよね。際どいところとか投げられると。でスプリットはもうちょっと無理なんで。でもスプリットもねやっぱ引っ掛けちゃうんだよねどうしても。6回の裏、ブレインマス、ちょっと疲れてるか。ここで終わりだな、眠らせてやろう。ちなみに俺ツリヤ君よく見たらね、あのプラゴになってた、いつの間にか。まあ、PR とかね食わせていったらプラゴになったっていう感じだと思うんだけど、あれこいつプラゴじゃんみたいな使わないけど。これはフォークはちょっとね無理だね。ここはヒットか。これは完全なボール球、カウントは3ボール1ストライク。完全にへばったなこいつも。投げた、ほら、いい気の根を止めてやろう。1点取られたか。投手頑張ってるね今回。お姉ちゃんは毎回下げられてるけど。よしよしよし、試合経験点ボーナスもいいね。やっぱりここでね、クルナがフラゴになってればマジ最高なんだけどね。最後何にもない。どうするこれは。走塁かね。スカウト評価ってどうなの。これちょっとさ、なんか足んなそうじゃん。10だからね、変わってくるの。どうする。まあ、これだっていう練習がないからメンタルにしとこう。スカウト評価をちょっと上げよう。まあ、これで1位になるかどうかって言われたら分かんないんだけど、大西からね打てるかどうかだからね。ミート C だからな。どうだろうな。まあ、パワーはね B やればさすがに問題なく、パワーヒッターとプルヒッター、プルヒッター取ったよね。うん、あるんで反応が早ければねなんとかなるんだけど。そうか、走力まだあれか、足りてないか。おー、あげ
名をオール C にはしておくか、なんとなく。で、これミートビーンにしよう。よし、これで挑もう大西に。いや、左バッターででもこれだったらいいんじゃない。特能もかなりついてるし、満塁、満塁ですか。先制のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁。これは、あ、入れてくるね、入れてくるけどカーブは無理だよ。最悪でも犠牲フライが欲しいところ。投げた、危ない。怖い怖い怖い。肩越しにランナー見た。これは、完全にボールだね。はっきりしたボール球。カウントは2ボール1ストライク。いや、無理無理無理、抜けろ。よし、とりあえず最低限の仕事はした。4回の裏ブレインマス。いや、本当やだよ大西くんとか。これはもう絶対ボールでしょ。まずは内角低め。第2球。よーし、1本、1本プラスヒットが1本出てるから、あとは荒島でお前か。俺は対強打者として認められた。あれ、これいかなそう。いかない。ヒット伸び足りなかった。打球伸びどうした。しかも追いつかれた。変わってる今村君に。待って、変化球がわからん。フォークを入れてきたか。直線系の変化球だね。これは入れてくる。どうだ。もうフェンス直撃にするとなんか負けやがった。ジャンピングとかしないよねあんまり。まあでもいいでしょう。試合経験点ボーナスがついて95。で、あとはここで1位になれるかどうか。1位なかった。最後の先進練習は一体何だったんだ。まあいいけどね。で、新島ちゃんからエピローグポイントももらっておきましょう。まあプラボなんでね、かなりもらえるんで、これもでかいですね。さあ、あとは最終調整ですね。そうそうそう、経験点は7300か。結構いいね。で、筋力がなんかわりかしあるね。ただただどうする。ちょっと特殊能力だってコツ残ってんのってあと走塁だけでしょ。他全部取ったもんね。直撮りするものとかある。満塁男か。さっき満塁だったからね。レーザービームとかね、欲しいといえば欲しいんだよね。やっぱり外野だから。ただね、肩 B は欲しいね、レーザービーム取るんだったら。コツがないとちょっとそれは厳しいか。基礎能力を上げていきますか。敏捷が213ってことは、この3つは B に揃えられないね。で、そうすると多分筋力がああなるから、ちょっとまず肩、守備。で、パワーが余ってるからこれでパワーに振ろう。で、そこから補給。よし、これでなんか特殊能力を取ってこう。余ったやつで直撮り。粘り打ち。あとはバントとかいけるのか。バントとかしないからね、そもそも。満塁男やっぱりいけるね。満塁男候補だな。技術的には、まあ、リベンジとかもな。経験点的にはいい感じで使えるんだけど、やっぱり欲しいのは、あ、粘り打ちもいいかもね。粘り打ちか。粘り強くなる。バントはちょっといらないな。満塁男にしよう。やっぱり満塁男で、もう無理でしょうさすがに。ってことは他に何か挙げられるもの。守備がちょいちょいちょいか。まあそれでもやっぱり技術はちょっとあれだね、余ったね。結構打球伸びとかそういうところ直撮りはしたんですけれども、これでも S5 か。S5 か。147、150とかいけば S6 ができるのかな。いや難しいね、 S6 の壁だよ本当に。金徳はでも取れるだけ取ったし、能力的にも悪くないから、まああとはね本当にコツのデパート。コツデパにするのがいいのかな。多分ね、その肩、守備、補給を捨てて他のものに回せば多分 S6 とかはできたと思うんですけど、まあちょっとね、こいつはでもね、なかなかいいキャラクターだと思います。俺の中で。左打ちだしね。だからもしかしたら右にしてればもう少しその経験点も触れたかもしれないんですけれども、まあまあまあいいでしょう。全然満足ですね、この盆栽にしては。
だからここで千丸とかをね引き当てることができて、まあそれなりにうまくサクセスがいけば、まあ S6 とかはいけそうですね。まあそれかもう盆栽で本当に査定にガン振りするかっていうところをやっていけば、まあ作れないことはないといったところですね。というところで、じゃあテラカドくん完成しました。こいつはもう本当に使っていきますね。まあベンチかもしれないけど、一軍のその何外野3人の中のどっかに入れるかって言われたらちょっと怪しいけど、まあでも魔術師もあるしね、肩 B 守備 B で魔術師で、左キラーだし勝負師でもあるしパワーもあるし、いやー俺は結構好きですねこいつ。阿部比パワー比持ってるしね、走れるし、うん結構満足です。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。